アイドルホース。歴史の中で幾度となく繰り返される競馬ブーム。その中心には時代を象徴する愛すべき競走馬の姿がありました。ということで今回はアイドルホースを紹介していこうと思います。ソダシ。白雪姫から派生する白毛一族は生まれながらのアイドルホースであり、デビュー前から注目を集める存在。白毛の馬体はその佇まいだけで十分に美しいのですが、レースではターフにもダートにもよく映え、思わず目を釘付けにさせる魅力にあふれています。そんな星のもとに生まれたソダシはアイドルでありながら、競走馬としての強さを証明したスーパースターでもあります。ソダシの母は白雪姫の第9子であるブチコ。父は黒船。母のブチコも白地にブチ模様の珍しい外見から人気を博したアイドルホースであり、ソダシはその初子。2020年7月、函館の新馬戦に吉田隼人騎手を鞍上にデビュー勝ち。芝の新馬戦の勝利は白毛馬としては初めての快挙でした。華々しいデビューを遂げたソダシは期待を裏切ることなく、2戦目、3戦目と重賞を連勝。4連勝で阪神ジュベナイルフィリーズを制し、これにより史上初の白毛馬の G1 ホースが誕生。ソダシはこの年、JRA 賞最優秀2歳牝馬を獲得しました。翌年春、桜花賞に直行すると、レコードタイムでこれを制覇。無敗の桜花賞馬、しかも白毛馬初のクラシックホースの誕生で、ソダシは競馬ファン以外からも注目される存在に。さらにその夏、札幌記念に挑戦し、ラブズオンリーユーやブラストワンピース、ペルシアンナイトら歴戦の小馬たちを退け勝利。この活躍が評価され、前年に続き2021年も最優秀3歳牝馬を受賞します。22年、5歳の春を迎えたソダシは、フェブラリーステークスで3着と好走し、ダートの適性も示すと、さらにビクトリアマイルを勝利し、3年連続で G1 を制覇。ソダシはその活躍がアメリカのニューヨークタイムズ紙にも特集されるなど、海外からも注目を集める存在となっています。敗戦以降、オイルショックによって高度経済成長期が終わり、低成長期に入った1970年代、第一次競馬ブームと呼ばれる社会現象を巻き起こした国民的アイドルホースが敗戦以降です。敗戦以降は大井競馬出身の競走馬。1972年、1000メートルのデビュー戦を8馬身差でレコード勝ちすると、11月の星雲賞まで6連勝。すべてのレースにおいて2着馬に7馬身以上の大差をつける圧勝の連続でした。翌年、JRA の鈴木勝太郎厩舎に移籍した敗戦以降は、弥生賞で中央デビュー。怪物を一目見ようと、当日の入場人員は12万人を超す超満員で、ファンはコースにまで溢れ出したとの逸話もあるほど。これを勝利した敗戦以降はスプリングステークスで連勝し、一番人気で皐月賞に出走。3コーナーで早くも先頭に立つと、楽な手応えのまま直線を向き、後続の追撃を振り切り、9連勝でクラシック1冠目のタイトルを手にしました。敗戦以降の活躍は、競馬雑誌やスポーツ新聞以外のメディアにも盛んに取り扱われるようになり、競馬ファン以外にも人気が浸透。続く NHK 杯では東京競馬場に新記録の17万人にも上るファンが入場。敗戦以降は少年漫画誌の表紙を飾るなどの国民的なスターとなり、東京都敗戦以降様とファンレターが届くようにもなっていました。そんな中で迎えた日本ダービーは史上最高の単勝支持率 66.7%。しかし4コーナーで2番手に上がった敗戦以降は、直線で外から、後のライバル、タケホープ、さらに一藤勇にかわされ3着。デビュー以来初めての敗戦を喫し、連勝記録が途切れてしまいます。その後、菊花賞で再びタケホープに屈した敗戦以降でしたが、翌年3月の中山記念で、ようやくタケホープに勝利。その後も引退までライバルのタケホープとの勝負を繰り広げ、生涯成績22戦13勝。獲得賞金は当時としては破格の2億1953万9600円という結果を持って引退しました。引退後は主戦騎手、増田は末尾騎手の歌うさらば敗戦以降がチャートで4位にランクイン。敗戦以降の人気は種牡馬となってからも衰えず、経営先の明和牧場には
観光バスの行列ができるほど多くのファンが来訪し、年間数万人が訪れる観光名所となりました。その後、守護場となった排水溝は、1979年に3区の桂の排水溝が自身の成し得なかった日本ダービーを制覇。さらには1990年、白大生が皐月賞を勝利し、親子連覇を達成しました。小栗キャップ。排水溝が生み出した第一次競馬ブームに続く第二次競馬ブームの立役者となったのが小栗キャップ。それは昭和末期から平成にかけての3年間の空前の競馬ブームでした。1987年、笠松競馬でデビューした小栗は12戦10勝、2着2回の輝かしい戦績で翌年 JRA に移籍。ペガサスステークス、毎日杯と重賞を連勝し、その実力が中央で十分に通用することをアピール。しかし、クラシックの出走登録を行っていなかった小栗は、クラシックには出走すらできなかったのでした。そんな逆境を吹き飛ばし、さらに連勝を重ねる小栗。その秋の足毛対決と呼ばれる、タマモクロスとの3度の対決、稲荷湾、スーパークリーク、バンブーメモリー、八重の無敵ら、多くのライバルたちとの名勝負。マイルチャンピオンシップからジャパンカップへの連投と、世界レコード2分22秒2、武豊騎手との安田記念、小栗のレースのすべてが新しい伝説となりました。そしてラストランであり、復活の有馬記念。そこでファンが目にしたのは、奇跡でありながらも小栗の真骨頂。伝説の最終章を締めくくるにふさわしい、涙と感動のレースとなったのでした。ナイスネイチャ。ナイスネイチャのデビューは1990年。当時はまだ勝ち馬投票権が単勝、複勝、枠連、馬連しかありませんでした。ナイスネイチャはそんな時代の中で3着の代名詞となり、後に続くブロコレブームを牽引。未だに多くのファンから愛されている元祖ブロンズコレクターです。3歳の夏に重賞3勝を挙げたナイスネイチャは、菊花賞はレオダーバンの4着。ナルオ記念勝利を挟み、有馬記念で大優作の3着。そしてこの有馬3着が、ナイスネイチャの前線生活のスタートとなったのでした。4歳児の戦績は、休養を挟み3着、4着、3着。2度目の有馬記念はメジロパーマーの3着。5歳児も年明けから2着、3着、2着、3着と続き、3度目の有馬記念でも東海帝王の3着。なんとナイスネイチャは有馬記念3年連続3着の記録を打ち立てたのでした。その後指定席の3着にも手が届かず、長い低迷期に突入。しかし、ナイスネイチャの一生懸命な姿に励まされる、と、その前線ぶりから名バイプレイヤーとしての人気を集め、多くのファンから愛される存在に。6歳児の高松の宮杯で2年7ヶ月ぶりの勝利を挙げた時には、まるで G1 のような拍手が沸き起こるほど、厩舎にはナイスネイチャを訪ねてやってくるファンや、激励のファンレター、千羽鶴などが次々と届きました。8歳まで現役を続けたナイスネイチャは、6回目の有馬記念出走の目前、右前足の不安により引退。生涯成績は41戦7勝、G1 出走回数16回、重賞34回連続出走は、当時の史上最多記録でした。そしてナイスネイチャ引退から3年後、ワイド馬券の販売開始に伴い、ナイスネイチャはそのキャンペーンキャラクターに起用。29歳を迎えた2017年4月16日の誕生日には、引退馬の余生の生活を支援するためのバースデードネーションを開始すると、多くの寄付金を集め、未だにその人気は健在。そしてナイスネイチャは2022年現在も存命。JRA 重賞勝ち馬の中では最長寿となり、長寿と人気に関してはゴールドメダルに輝いています。春うらら。春うららは高知競馬に所属し、2003年負け組の星として日本中に一大ブームを巻き起こした競走馬です。1996年、北海道新日高町の信田牧場で誕生した春うららは、競りで買い手がつかず主取りとなり、牧場所有のまま予託料が一番安かった高知競馬へ。1998年11月にデビューし、最下位でゴールすると、それが連敗街道の幕開け。大きな怪我もなく、月に1、2度のペースでレースに参戦し続けますが、全く勝利に結びつくことはありませんでした。
やがて5年の月日が流れ、2003年春、連敗記録を87に伸ばした春うららに思わぬ転機が訪れます。当時、財政悪化から廃止の危機に直面していた高知競馬は、春うららの連敗を広報活動に展開し、これが大成功。春うららの名は全国的に有名になり、単勝馬券がリストラ防止になる、当たらないから交通安全のお守りになるという理由で大人気に。さらに106戦目となる2004年3月22日には、JRA から武豊騎手が高知競馬へ参戦し、春うららに騎乗。結果は10着で初勝利には至りませんでしたが、この日の入場者数は1万3000人。春うらら出走レースの馬券売上額は5億1163万円と、高知競馬史上最高記録を更新。また、春うららの単勝馬券は1億2175万円。関連グッズはおよそ1000万円の売り上げを記録しました。その後もブームの加熱はとどまることなく、ついには映画化、書籍や CD の発売、様々なコラボグッズも販売されました。しかしその後間もなく春うららは、馬主の変更により高知を離れ、栃木の牧場へ移動した後引退。連敗記録は113でした。引退後の春うららには、ホースセラピーとしての活動を行う説や復帰説が浮上。また、ディープインパクトと交配することが発表されるなど、紆余曲折の末、一時は行方不明になるなどの波乱が待っていました。しかし、2014年に発足された春うららの会により、千葉県御宿のマーサファームに掲揚され、幸せな老後を過ごしています。